ブルーシートの上に横たわっているのは深海魚のリュウグウノツカイ。全長3メートル70センチです。今年6月、室戸市の沖合に仕掛けた定置網にかかり、現在は廃校水族館で保管されています。今月6日に開かれた室戸海洋深層水の PR イベントで展示され、訪れた人たちは隣に寝そべってその大きさを間近に感じていました。今写真撮ったけど、どう？写真撮った感想としては？写真撮った感想としては、まあ、えい、すごい綺麗な状態で見たの初めてだったので、すごいいい機会になりました。はい。リュウグウノツカイはめったに見つからず、幻の深海魚とも呼ばれていて、廃校水族館では今後も多くの人に見てもらえる機会を作っていきたいとしています。